おはようございます。ニュース番組によこそ。私は同僚のミレイさんと一緒にここにいまマシューさん、おはようございます。今日はたくさん話すことがありますね。まずはマシューさんからお天気の情報をお願いします。す。はい。まず、東京では22度です。名古屋と大阪では23度ぐらいです。広島でも23度ぐらいです。札幌では15度です。札幌は曇りのはずでしたが、今日は晴れでした。です。それで、今日は全国晴れていて、暑いですね。家のエアコンをつけておいてください。今日新しく入ってきたニュースです。今週の土曜日から観光客はワクチン証明書や陰性の検査結果を提出する必要がなくなりました。土曜日からゴールデンウィークが始まり、観光客も増えることでしょう。先月からマスクの着用も個人の判断になり、徐々に元の生活に戻ってきましたね。観光客が増えることで日本の経済がまたうまく回ってほしいですね。人も増えて、今年はお店がたくさん混みそうです。今年の夏はもっと賑やかになりますね。では、次のニュースです。はい。話は変わりますが、2000年以降、エイズに感染したが、は、少なかったです。今年、870人エイズ感染した人がいます。ところが、2020年と2021年は、一緒にいて、エイズ検査を受ける人が減りました。もっとみんなに一緒にいてほしいですね。皆さん、健康には気をつけてください。では、次には米津玄さんのインタビューです。日本で大ヒットの歌を作った米津玄師さんにお話を聞きたいと思います。私はラリッサと申します。よろしくお願いします。こんにちは、米津玄師と申します。こんにちは、米津さん。今日は取材をさせていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそ、この番組に出させていただいてありがとうございます。それでは、米津さんはいつから歌手になりたかったんですか？私は学生時代にボカロという音楽を作っておりました。それから学校で勉強しながら、歌手を目指しました。そうですか。私は学生時代の米津さんの音楽を聴くとすぐ好きになりました。米津さんは今休みの時によく何をなさいますか？私はよく友達とお酒を飲みに行きます。お酒を飲むと、音楽についてのアイディアがどんどん出てきます。しかし、時々飲みすぎてしまいます。楽しそうですが、ぜひ飲みすぎないで体の方をお気をつけください。それでは米津さんはどんな音楽に影響されますか？されましたか？私はボンプというロックが好きです。小さい頃からずっとボンプについて勉強して、ロックのことをいっぱい学びました。ボンプを好きになってよかったです。バンプに助けられたんですね。米津さんのファンの中には、歌手になりたい人もいるはずです。米津さんは何かアドバイスがありますか？教えてほしいです。普段の練習を忘れないで、毎日練習してください。たくさん練習すれば、どんな曲も歌いやすくなるはずです。今回はアメリカに行って、何をしようと思っていらっしゃいますか？今回はアメリカでコンサートを開催することになりました。
私は自分の歌を外国のファンにも聴いてほしいです。外国の人は私が書いたアニメの曲が好きなのに、今まで外国でコンサートを行ったことがありませんね。そうですか。米津さんは本当に外国でコンサートを行いたいんですね。難しいのに、アメリカのファンもきっと嬉しいはずです。今日は取材を受けてくださってありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。